ということで、ライオンの肉を見つけた。ライオンの肉とゼブラ、シマウマ。めっちゃ肉ある。ライオン、ヤマ。ヤマはね、ヤマ、ヤマ、ヤマじゃなくて、これはアンティロープ。でかいやつ、ライオン食べるやつ。ピョンピョンって飛ぶやつでライオン食べるの、そいつが。そう、やばくない。とりあえずいろんな肉が出てくるのがあったんだけど、とりあえず、あれ頼んだ。ライオンとシマウマで、あと売り切れ。まあ、本当には今もうないやつはトラの肉。あ、トラの肉売り切れだって。ただアフリカから取ってきたのじゃなくて、食用のライオンとかなんだって、うん、食用のライオンで、それ用で育ててる。このソースは、チャプリン。このソースは、これチャプリン、なんか虫。で、これはアリ。おい食べちゃったよ。ライオン、ライオン、ライオン、シマウマ。シマウマ、匂いは普通の肉。噛み切れない。食べたことない。噛めない。なんか味がしないよね。するよ。牛肉と似てない。似てない。全然違う。豚肉もちょっと違う。全然違う。あと羊も全然違う。説明はちょっと難しいね。まずくもないし。美味しくはない。美味しくもない。生臭くもない。じゃあちょっとゼブラのあれ食べてもいい？いただきます。シマウマ。フランカサドっていうレストランです。